県立高校の教職員らで作る宮城公共組は、今日県教委に要求書を提出しました。この問題は、2020年10月、県立高校の30代の女性教諭が男性教諭からのパワハラが原因で自殺したものです。 男性教諭は女性教諭に仕事のやり方を執よに非難するメモを送るなどしていたことが分かっていて先月2日付で停職3ヶ月の懲戒処分を受けています要求書では県教委に対し原因究明や職場の実態について把握し再発防止を徹底するよう求めています しっかりと分析して解明してその中からしっかりと教訓を引き出すことこれが今後の学校の風通しのいい学校づくりあるいは本当に子どもたちが学んで良かったと言われ言えるようなね学校になっていくんじゃないかな 県教委はパワハラへの組織的対応や教職員の相談環境が不十分だったとした上で教職員に無記名のアンケートを行って結果を管理職にフィードバックするなどの対応を取ることを明らかにしました。